ここで急にカメラに入ってくる。どうも、よろしくお願いします。楽々。皆さん、こんばんは。ティライです。今日は家族と一緒にうなぎを食べに行こうと思います。韓国のうなぎ。お得にめっちゃいいうなぎを食べに行こうと思います。まず髪の毛が濡れてたのでドライをしますね。おー、男らしく。ファイヤー。すいません。うなぎ食べて短視力いっぱいつけてきますね。久しぶりの会食で、あ、みんな忙しい忙しい。マスクは必須ですね。僕も早く用意しないと。いつも外出るとき、こう靴下探すのが本当仕事です。まあ僕みたいな人はいないでしょうね。やれやれ。これが僕の誇り。本当誇りがすごいですね。だからマスクをしました。行こう。僕の家はいつもこういう感じです。おじさんとめいこがいつもこういう感じ。가자。가자。가자。시아니가 성석이네. 할아버지 다음으로 서열이 높잖아. 시아니. 아빠 핸드폰. 사이코. この時韓国はすごく雨でした. 本当 코로나가 始まって 가족同士 外で食べるのは今が初めてなんですよ。こうやって家族みんなでどこか行くのもめっちゃ良かった。皆さんにもおすすめしますね。ここで急にカメラに入ってくるお姉さん、僕のお姉さんです。ついにうなぎが出てきました。最初は4匹を頼んで、1匹が3000円でした。こういう感じ、こういう感じ。めっちゃ美味しそうでしょ。めっちゃ美味しかった。いただきます。うなぎ食べるときにめっちゃ熱いから、もう皆さんも気をつけてくださいね。
갑시다. 이좀 맛있네. 한국과 우나기모 찢은데 다베마스. 사이쇼와 레타스, 次와 쌈장, 닌니크 나도 전부 이래때 전부 아와세테 다베른데스요. 물론 こうやって 다다데모 다베마스. 소스だけで. 데모 야빠. 한국인은 찢은데 다베르노가 오이까나? 삼겹살 みたいに. 아, 메짜 오이시. やっぱ米も食べないと後半はうなぎと一緒に食べなくて後で出る韓国味噌汁と一緒に食べます。うなぎがめっちゃ美味しかったから追加しました。 そして最後にこれは一番男にいいって言われるところです。最後だから辛いやつを入れてみたんですけど、このあと大変になります。あ、こっちを決めた。 めっちゃ辛くて水をいっぱい飲みました。皆さんも気をつけてくださいね。辛い。まあ今日はここまでです。僕の動画見てくれてありがとうございますね。楽々。